私は Kindle 出版で沈黙の巨人ラザダ・タイランドの闇と700日の戦いを出版しました。12月17日、店の誤解させる謝罪チャット。2月18日、弁護士のデタラメな被害届。これらの文章はカタログの記載ミスの証拠となります。これ以外は店とのチャットのみです。店とラザダは私の質問には答えていません。無視しています。そして、一方的に通知送信で解決済みとしています。しかし、不当表示のまま販売を続けています。これは犯罪です。詐欺です。Amazon では7月22日、7月26日まで無料キャンペーンを実施しています。この機会にぜひ読んでいただければ幸いです。